皆さんこんばんは、今日はこんな時間になってしまいましたので、こんばんはですね。はい、6月の8日、神谷絵里の聞き流しラジオをお送りしております。いつも聞いていただいてありがとうございます。今日ちょっと、もしかしたらちょっと滑舌があんまり良くないかもしれなくて、というのはさっきね、歯医者さんに行ってきたんですよ。で、歯医者さんで虫歯の治療ではなくてですね、なんかこう力いっぱいこう噛み締めたりとかすると、なんか奥歯の方のこう歯茎のこう付け根のところがだん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 こうへこんでくる、なんか削れてくるみたいな感じになるらしいんですね。で、そこがなんかちょっと締めちゃったりとかして、そこを、レジンで埋めてもらうっていう、そんな今日は治療をしていただいて、でやっぱり、麻酔が必要な治療になるので、少し麻酔を打ったんですけれども、それがね、なんか7時ぐらいにならないと麻酔がこう溶けないっていうことでですね、なんかこう、なんでしょうかね、こう腫れてる感じというか、なんかうまくこう口も動かなくて、ちょっと聞き苦しいかもしれません。申し訳ございません。ですね、今日は歯医者さんの前にですね、一人レッスンをさせていただきました。昨日の YouTube で私が話した、歌の語尾についてのことをすごく興味を持たれて、ぜひ私もやってみたいということですね。今日は割とゆっくりめな曲で、それをやってみました。実際に全部語尾をビブラート、長めのビブラートで全部終わってみるっていうのと、短く2拍目の頭で切るっていうやつと、ノンビブラートで長く伸ばすっていうのと、放り投げるように、ポーンとですね、音をこう投げる感じの語尾にしてみるっていうことを全部やってみて、それを今度はコンビネーションでやってみて、じゃあ、ここのフレーズにはどんな感じが合うかなみたいなのをね、やってみて、で本当に不思議だったんですけれども、それをやったらなんかこう副産物としてこうアクセントの位置まですごく良くなってですね、何なんですかね、こうなんかリズムに気をつけてとかそういうことを言うよりも、もっともっとリズムも的確になって、リズムがいいところに入ると、おのずと音程もすごく良くなって、今日は本当に見違えるような、歌になりました。すごく不思議というか、あ、こういうことってあるんだなって、私も教えていて、目から鱗というような、そんな感じでした。で、これはですね、必ずしもそれをじゃあ作ってその通りに歌いなさいって言ってるわけではないんですね。それは今日の生徒さんにも申し上げたことなんですが、これはまずは自分が、例えばビブラートばっかりをかけて自動的に必ずビブラートがかかってしまうっていう人っていうのは、まあビブラートに支配されてますし、全部の語尾が投げるようになってしまうという、そういう方は投げるような、歌いっちりにこう支配されてるっていうような状態ですので、それ以外の表情をつけるとなったらどういう風になるかっていうことを自分に聞かせてあげるっていうような、そんなイメージですね。まずはそういうなんか引き出しがあってから、今度はじゃあ自由に表現してみようって思った時に、ビブラートや、いつもの自分の癖以外の、音の処理の仕方をこう模索し始める、それがちゃんとすぐに出てくるようにですね、きちんと自分の引き出しにちゃんと入るように、体に覚えさせてあげる、ね、そうするとこういう風に歌った時にはこういう効果があるっていうのはご自身でも分かりますし、あとはその感覚ですよね、そういうものをなんか掴んでいただきたいので、わざわざそうやって、やってみたんですけれども、本来歌、特に私が教えさせていただいているものはスタンダードナンバーが多いんですけれども、そういうものっていうのは一緒に演奏するアンサンブルをした時に、一緒に演奏する方の、出方次第でなんかどうとでも変化する、それがなんかジャズのいいところなのではないかなと思っています。なので相手がどう弾こうが、
その場で何が起きようが決められたことを、やらせていただきますっていうとですね、ただの話を聞いてない人になってしまうんですね。やっぱり音楽っていうのはもう会話ですし、それが一人で完結するんじゃなくて、アンサンブルとなって他のミュージシャンと一緒に音を合わせるといった時には、普段使ってる言葉の代わりに音で会話するということになります。でそうすると、自分の話ばっかり、なんか相手が何を言っても自分の話ばっかりする人とは一緒になんか話にならないというか、話してても楽しくないじゃないですか。たまにそう言っていますけどね。この人自分の話しかしないなみたいなね、人いるんですけどね、自分も気づいたらそういう風になってるんじゃないかなって思う時もありますけれどもね、そういう時にはね、ちょっと無駄口を慎むように、自分をしつけたりもしていますが、まあまあそんな、音楽でもね全く一緒だなと思うんです。で、まあ、人に何かを伝えるっていうことはもう元来音楽じゃなくてもですね同じなのかなと思うんですね。その人の意識、それが そして心がどういうところにあるか、どういうものを表現したいと思って大切にしているか、そういうところが、表現したいものが、例えば音楽だったら音楽、絵画だったら絵画、そしてお話だったらお話、読み聞かせだったら本の朗読、まあ、いろんな形で、その表現が外に出るわけです。でもそうなった時に、なんかそれがいかにうまいかっていうことで人の心を打つかっていうと、そこは比例しないと思うんですね。とっても不器用な読み聞かせだったけど、なんかすごくなんかもらい泣きしちゃったなとか、あと歌にして見ればとっても上手だし、もう火の打ちどころがないぐらい完璧だったけれども、なんか綺麗な歌を聞いたっていう感じで、そんなにちょっと心には刺さらなかったなっていうこともあるかと思います。でこれは何が心に刺さって心に刺さらないかとか、どんな琴線に触れるか触れないかっていうのは本当にその受け取る側の自由ですので、そこを本当に操作するっていうことはできないですけれども、でも自分がどういうふうにそれを表現して、聞いてる人に届けたいかっていうことっていうのはとっても意識できることだと思います。そこに心をこう寄せるっていうことはとってもいいことだと思うんですよね。なのでまずはその歌を歌うときに、どういうことが伝えたくてこの曲を選んだか、ね、曲ってもう本当にいいなって思うことってそれぞれじゃないですか。例えば、スペイン語の曲でなんかラテンの曲を聴いた。で、スペイン語は全くわからないので何を言ってるかはわからないけれども、でもすごくリズムがウキウキしてくるようなリズムで、みんながこう盛り上がっているのがなんか心が一つになる瞬間とかもすごく分かって、心が震えたと、そういう場合もありますし、あと私はやっぱり曲のコード進行にすごくやっぱり惹かれますね。まあ、ハーモニーといいますか、その曲が持つコード進行がとても美しかったりとか、自分が予想だにしないコード進行になっていく、予想だにしないところに転調していくなんていう音楽に私はすごく惹かれがちなんですけれども、そういうものでいいなと思ったり、それからあとはメロディーですよね。これはよく皆さんあると思います。ここの部分にこのメロディーがあるからいいんだよね、でも私このメロディーにこのコードがついてるからいいんだよねってなるんですよね。やっぱりメロディーだけではなくて、ここのコードの中にこの旋律が入るのでゾクゾクする、泣けてくる、そういうことってあると思います。それからあとはですね、なんでしょう、こう歌詞ですよね。歌はやっぱり歌詞がありますので、歌詞がもう本当にこれは詩を読んでいても、とても感動する、そういうものはなるべく、ね、そういう曲を歌う時っていうのはなるべく歌詞がきちんと聞き取れるように気をつけて発音して歌うようにしてます。はたまたこれはもうビートがすごいかっこいいからこのグルーヴを聴かせたいなっていう時には、言葉は少々ちょっと聞き取りにづらいかなっていうところがあったとしても、私はそれをリズムを中心というかリズムをなんか表現することに注力しますし、
なんかそれはその人がどこを表現した、したいか、なんかこの曲を聴いてどこが好きになったかっていうことによると思うんですね。でそういった場合に、いろんな表現、例えばですね、歌い散りがこうだいたい一緒でつまんないなと思うのっていうのは割とバラードで感じることが多いと思います。まあ、バラードっていうのはやっぱテンポが遅いですし、そうしますと一拍の長さがね長くなる。でそこでなんか全く同じような、感じで歌い終わりが全て同じ処理になってしまうと、 その処理を聴いてる時間がまあおのずと長くなるわけですよね。そうするとすごく退屈だなって思ってしまったりすることも多いかなと思います。まあこれは本当に個人の見解ですし、それにもう音楽に正解ってないので、好きか嫌いか、その人がやりたいかやりたくないかってことなので、人それぞれなんですけれどもね、同じように歌っても感動する歌っていうのもあるかもしれませんし、それは人それぞれなんですけれども、でもなんか一つ扉を開けてみるっていうのはいいことなのかなって思いました。今日は長くね習ってる生徒さんのお歌だったんですけれども、今までの歌で一番良かったなって感じています。いろいろこう自分がそこにこう意識を向けるということで、なんとなく歌ってた歌っていうのがそうじゃなくなっていった瞬間に、その歌によりなんか魂が宿ると言いますか、その人の思いが乗る、そこがなんか良かったんじゃないかなって、感じます。今日もなんかちょっと真面目な話題になってしまいましたけれども、今日もお歌のお話させていただきました。また明日のラジオでお会いしたいと思います。ありがとうございました。